ユーザーオーセンティケーションコンプリテッド。2回目の出撃。頼むぞ、今回もアルト。これは人類のためではない、高校のためだけの戦い。通信が途切れたようだけど大丈夫か。通信システムのエラーです。すべて修復を完了、問題ありません。そうか、了解。マキアとの接続を開始する。ミカニリンク起動。異常なし、両腕をミカニリンクに通してくれ。よっしゃ、接続を確認。続いて頭部接続開始。頭部。それで生け捕りの手順だけど、通信エラー。はは、通信エラーさせてる。接続を切ります。おいノア、何ふざけたこと言ってんだ。ガンムシです。わや、ガンムシしております。見ての神アルテミス、我ら弓の繰り手に覚悟。アークノアがあなたに歌を捧げます。あー、あの時のやつじゃ。確かに。1戦目と同じように、同じやつやな。展開一緒はとりあえず。タッチ、防御、そしてこれも一緒。カウンターやな。カウンターの矢を放つ。どえとどめを刺す言っちゃったからな。レールキャノン射出だ。了解。これレールキャノン、これも1戦目で同じやつ使ったもんな。合体。めっちゃ上げとるやないか。これを俺もしかして、いけー、止めようと思えば 80% かそれぐらいでも止めれるんかな。けど倒しちゃったよ、左の命令違反バレとるやん。なんだよ、何あれ、あの球体。メテオラ健在、レールキャノンを再起動する。レールキャノンの起動が終わるまでアルトマキアは無力です。何なんあれ。来る。うわ。敵のエネルギーまだ尽きていない。まだまだ。クロエ、また来るぞ。だ。レールキャノン再起動完了。よし。クロエ準備を。レールキャノン充填開始。来るのか。まあ倒す気でおるもんな。よいしょー、ケース切れいてるよもう。討伐が目的になってます。もうこの二人の間ではやる気満々満々の子。こう吹っ飛ばしたらダメなんやけどな。勝った、ヒビ一つ入ってない。勝った。なんだよ今度は。もう安納なことばっか起きてる。
やべえ。なんて改革なんだ。アントマキア、そこを離れろ。くそ、どうすんだよ。一旦引くぞ、クロエ。ここまで来て。復讐。復讐が。なんか押していっきょる、でも。なんだ、地面に落ちよる？墜落した。あ、これは中からこうこう、あー、これ階層であったな、これ。未来の姿だったんか、あれ。なんで中からでかいこうこう、なんであいつは殺しんだったんじゃ。こうこうの顔をしてるんだ。卵だったんか。なんで浮かしたというのか。取り乱してはいけません。確かに外見的特徴量のほとんどはコウコと一致しています。ですが形など虚構です。ただのフェイクと言えましょう。そうだ、そうノアに対しても言おったじゃないか、クロエ。本質をよく見てください、クロエ。あれはメテオラです。あなたの手で破壊するべきです。今はチャンスです。相手の回復を待つ義理はありません。目視からの推定ではありますが、あれの外皮耐久度は高くない。 30% のチャージで十分です。中が出とうけんな。そうだ、私はあれを撃つべきだ。コウコの仇なのだから。チャージはもう完了しています。あれ出てない。私は行くのか。偽物だろうと、うわぁ、コウコの形を破壊する。ここで情が湧いてしまった。もういい、あなたには失望しました。ヤマト、あなたの手で破壊するのです。ソードで切りかかれば今なら。ヤマト、どうするの。あー、どこでジュリーが間に入りました。そりゃそうだ、そりゃそうだわ。強制停止審判、そりゃそうだわ。露覚が目的だったもんな。研究対象がオージャンになるとこだった。命令違反に意図的な通信途絶。よくやるね、二人とも。お仕置きだよっと。わあ。なになになに、クロエ。クロエ、ジュリー博士、何をしているんですか。いくらジガが強固になろうと、クロエは所詮私の製造品だ。首輪のついた飼い犬の分際で飼い主の手を噛もうというなら容赦はしない。私のデザインした人形に私の意図せぬ不純物が混ざり込んでいるなんて不愉快だったんだ、前々からね。うわぁ、クロエの意志は砕かれようとしてるのか。というわけで二人ともお祈りは済んだかい。まとめて消去と言いたいところではあるが、君らにはまだ使い道がある。あのメテオラの形はなんだ。あれほどコークの影響が色濃いとは予想外だね。調べ方にも工夫が必要となるかもわからん。でも焦る必要はない。好都合なことに高校の調査に適した人材は2つとも私の手元に揃っているからね。その調査のためだけに残しといてやると言いたいのか、お前ら2人を。高校の最後の時間も共に過ごした親友クロエ、高校を元に形成された高性能アークノア、あれの調査の適任者は君ら2人以外にありえない。命が惜しいなら今後全力で私の調査に協力しなよ。まあ君らに選択権はないけどね。こうしてクロエの復讐は未遂で終わってしまったか。結局クロエは生かされているだけの道具に過ぎなかったのか。
コウコロを仇も倒せずに道具としての道を歩むしかなかったのか。痛い。これは。ねえクロエ、どうしましたか。この状態でコウコとのシーンを見せられたら、いつになったらその言葉遣いをやめてくれるの。申し訳ありません。私の言葉遣いに失礼な点があったなら謝罪します。どのような至らない点があったか教えてもらえませんか。逆よ、むしろ丁寧すぎるの。うん、ねえクロエ、私のことコウコって呼んでほしい。こっからタメ口になってきたんじゃ。なぜでしょうか。いいからコウコって呼んで。それはできません。どうして。私とコウコ様では生まれが違います。そのような馴れ馴れしい振る舞いはできません。それはクロエの意思なの。はい、そうです。本当にかな。どうしてそんなに悲しいことを言うの。私はあくまでコウコ様の護衛です。コウコ様がどれほど親しく私に接してくれたとしても、その事実は変わりません。そう、護衛のクロエね。もう私にはそんな風には思えないわ。それは私が護衛としては頼りないという意味でしょうか。そういうわけではないわ。一人の親友として思ってくれとんだろうな。ではなぜ私の様子を見てもわからないの。クロエにはわからないんだ。はい、コウコ様の思考が私にはわかりません。いいわ、鈍感すぎるあなたにははっきり言わないとわからない。友達のクロエになってしまったということよ。は？何度も言わせないで。あなたは私の大切な親友になってしまったのよ。だから友達のクロエ、私のことはコウコと呼んで。私とコウコ様の立場の違いでは、そのような言葉遣いは不適切です。嘘つき、クロエは本当の感情を隠しているわ。ああ、コウコはクロエのように感情があると見抜いているのか。前にも言ったでしょ、私は目が見えない分心の機微に敏感なの。隠し事をされるととても悲しいわ。コウコ様を傷つけるつもりはありませんでした。ただ私は分からなくなってしまったのです。コウコ様と出会ってから私は自分が自分ではなくなっていくように感じています。コウコのクロエのことをちゃんと一人の人間として扱うところ、そう扱ってもらえるからこそクロエも自分がただ一人の兵士としての自我からどんどん離れていったんだろうな。ただ戦うためだけに生み出された人形である自分がこんな感情を持ってしまってもいいのか、以前の自分が思い出せなくなっていく。私はそれが怖いのです。自分が自分じゃなくなっていく。クロエじゃなくてもこれは怖いこと。やっと素直になってくれたクロエ。あなたは人形ではないわ。あなたはあなたよ。豊かな感情があって、かつては私にとって護衛のクロエ、そして今は友達のクロエ。クロエ、私はあなたに出会えて嬉しいの。友達同士はそんな風に丁寧な言葉遣いで話したりなんかしないわ。言葉は心の距離を表すの。だからそんな風にクロエにお話しされると壁を作られているんじゃないかと悲しくなってしまうわ。あくまでコウコはクロエのことを一人の人間として扱ってくれる優しい子なんやな。コウコはクロエは私と近づくのは嫌。そんなわけありません。それならコウコって呼んで。それはクロエにとっては体験したことのない感情だった。コウコ様。どうしても様をつけてしまう。様はなしよ。
もう一度。ここ。嬉しい。照れているクロエも可愛くて捨てがたいのかも。これからは呼び慣れてもらわないと。今後も敬語はなしね。今度こそ約束よ。ね。友達のクロエ。こういうことがあったから。お願い。私を殺して。なんだよ。この銃で私の心臓を撃ち抜いて。何の発言だそれは。嫌だ。嫌だ。私にはできない。できるわけがない。何の発言だったん今の高校。どうしてそんなことを言うんだ。どうして私にそんなことをさせる。こんなひどい結末を迎えるくらいなら。迎えるくらいなら。ノアはあれを最悪のメテオラと呼んだ。怪物でありながら人を真似、私たちを惑わす脅威だと。ジュリーはあれを思考のメテオラと呼んだ。人とメテオラの関係さえ変えうる新たな可能性だと。私はあれを何と呼ぶべきか。コーコと似たような顔を持つコーコ食った、あのメテオラを。憎かった。とにかく憎かった。こんな感じなんじゃ。うわすげえな。地上から見た方が迫力あるわ。うん、立ち上がったら壮観だろうね。やべえもんな。こんなでかい人型の敵が出てくるとは。いきなり暴れ回ったりしねえだろうな。コーコの顔しててもメテオラなんだろう。だったら今のうち息の根止めとくべきだぜ。あんなのと戦うなんてやだぞ俺は。気持ち悪い。もう人の形しとるもんな。しかも知っとる人の形。ジュリー博士曰くすぐに動き出すことはないんじゃないかってさ。マジかだ。動き出してなんかどうにかなりそうな感じやもんな。なんか不気味。大きく損傷したようだから。損傷まではさせれたんじゃな、とりあえず。ああしてじっと眠ることで自己修復を図っているんじゃないかな。自己修復。おいおい、怪我治ったらやべえじゃんか。だからそれまでが勝負なんだろう。早速ジュリー博士はサンプル収集に向かってるみたいだよ。怖いもの知らずだな相変わらず。まったくだ。大丈夫クロエ。まあいろいろあったからな。自分の感情にけじめをつけられんかったっていう。結局コークの人の形をしたものを倒せんかった。その花テクスチャじゃねえの。信じられない。地上でこんなにもたくさんの植物が育つなんて。あのメテオラの周りだけ。なあ似てねえかこれ。何に、うん、コーコさんのサンルームで見た花だね。あ、名前はダリアか。確かダリア。コーコが最も好んで育てていた花。あったな。てかこんなところに出てくるんじゃダリア。なんであのメトラの周りにダリアが。なんて意地悪な検体なんだ。回収したサンプルはみんなつゆと消えてしまう。なんて日だ。ジュリア博士の中からバイキング小道具でできましたよ。あれだけの研究意欲そそられるごちそうを前にして皮膚の角質一つもみさえ持ち帰れないなんて。そうなのか。ストレス肩で死んでしまうよ。うめっちゃストレス抱えてるような目つきしてんな。思わぬところで博士の殺し方発見だな。ちゃんと死ぬんだ。何をしても死なないような人間、死なないような見た目してますからねこの人。いや何したって死なないでしょあの人は。青葉にもそう言われてるよ。マジレスオーツだなお前。サンプル収集は難航しているようですね。あの卵の殻のような人型を包む外殻のかけらも回収するのは難しいのですか。無理無理。あれも欠けた途端に消えてしまう。結局運び出せたのは、はあ、あれの足元に大量に咲いていたこの赤い花くらいさ。ダリアか。
苦手だぜ、その甘ったるい匂い。けれどおかしいんだ。ダリアは本来ほとんど匂いを発しないものらしい。え？コウコさんの育てていたダリアだってここまで強い匂いを発していなかった。うん。そうだよね、クロエ。ああ、そもそも人型メテオラが現れるまであの地点に植物の反応は観測されていなかったはず。あのメテオラが影響したんか。やはり人型メテオラの影響でしょうか。そうね、青は君はどう考えるの。あの人型メテオラが植物を繁殖させる栄養分になっていると、今日一夜にして花が咲くまでに成長する理由は、あのメテオラが辺り一帯の時間の流れを早めたとでも言うつもりかい。おおーんこの言葉なんか文字にしてみたらなんか間抜けな感じやな。おーん、いえ、僕には分かりかねます。そんな分かるか責めているわけじゃない、褒めているんだよ。青葉、疑問を持つのはいいことだ。疑問と疑心、動揺と恐れ、不満に不安に悪い予感。さあ、胸をざわつかせるモヤモヤに決着をつけよう。それが科学だ。何言ってるか全然わからんけど、そういうことなんだな。やるべきことは多い。サンプルが持ち運べないならいっそラボごとあれの足元に引っ越すか支店を作るんか。ジュリエ研究所支店、勘弁して何々してんみたいな。絶対行きたくねえ行きたくねえだろうな、あんな近くに。ヤマト、言っとくけど君に拒否権はないからね。相手は巨人なんだ。場合によってはマキアを動かしてもらうことになるかもしれない。それが命令だってんなら仕方ねえけどよ。俺が気になってんのはどうしてあれがコウコの姿してんのかってことだ。うん、なあクロエ、お前だってそうだろ。まあね、相手をしないってなんだろうお前それなんかすごいひどすぎんかお前何が相手をしないで自立性プラス 45% じゃお前、孤立するわこんなん。同意しとくわ。あれがコウコの姿を真似ている理由はなんだ。コウコを食った上侮辱しているのなら許さない。今すぐにでも殺すべきだ。もう憎悪の気持ち、メテオに対しての憎悪の気持ち。なあジュリー博士、紛らわしいがあれはメテオラってことでいいんだよな。そうとは言い切れない。そうとは言い切れんもんなんじゃ。必要なのさ。なんであんなでかいのメテオラ以外にありえないだろう。そう思うんやけどな。まったくバカほどありえないと言いたがる遠回しディスってるでそれ。確かにコウコを食べたメテオラがその形を模倣しているだけかもしれない。けれど食われたコウコがあれの体内のどこかに生きていて、それが外見に作用しているって可能性も全くないとは言い切れない。ほうな。あるいは半分生きて半分死んだシュレーディンガーの猫が出てきたりしてね。にゃああ見た目が、まああれだけね、DNA がいたずらしとるような見た目しとるもんな、コウコウ DNA が。ってことはあれなんか、メテオラがコウコの DNA を使ってあんな見た目になっとんじゃなくて、コウコがメテオラの力を使ってあんな姿になっとうみたいな感じになっとうっていう可能性もあるんか。なんでメテオラから猫が出てくんだよ。それは意味わからんわ。コウコがあれの体内で生きている。冗談でもそんないい加減なことを言うな。心外だねクロエ、ありとあらゆる科学は冗談みたいな仮説から生まれてきたんだ。あ、そうすか考えてもみなよ、あれがコウコの形を成している以上コウコ成分が少なからず作用しているのは確かでしょう。うわな、コウコ成分気持ち悪い男が言うんだろうな。コウコの成分受けてみたいわとか言うんだろうな、俺は思わんけど。これはあくまで可能性のお話。ただし、いいかいお前たち、普通メテオラは人を食わない。あ、ほうなんじゃ。メテオラって人を襲うんは襲うんやけど食ったりはせんのじゃ。ああ、捕食のために襲うわけじゃないんやな。
食われたコウコがどこへ行ったのかなんて誰もわからない、うん、もしもメテオラの体内で2年もの間生きながらえたコウコちゃんがメテオラとの融合を果たしていたとしたら、それはグロいな。体内の中で2年間生きてきたとか、なんかグロいな。おい、それは当然人類とメテオラとの関係性さえ変えうる大発見だ。確かに人類とメテオラがどう交わりつつあるかっていうのは結構重要な話やな。ゆくゆくはあのメテオラとの意思疎通の仕方を考えなきゃならないかもね。うん、できるかね。どうやってメテオラなんかと会話するってんだ。でも確かにもしもコウコさんが中にいるのなら言葉を理解できる可能性はあるかも。考えたくないな。あれの中にコウコがおるとか、あれ倒してさ中開いてみたらこんにちはみたいな感じでコウコ出てきたら嫌やな。ありえねえって。おお、ヤマト、その角度から見たらお前の顔東京クロノスの町工事みたいに見えるぞお前。さてはお前町工事の子孫だな。あの中にコウコが。考えたくないな。いて、君に何かを伝えたくてあの姿になったのかもしれない。マジか。なんせ生前コウコと最も親しかった相手がクロエ、君なんだ。彼女がメテオラとなってまで伝えたいことがあるとすれば、それは十中八九君に対してだと思うな。なるほどな。メテオラになってまで生き延びて、今になって2年だったら今になってクロエのところに来たっていうか。それでも君はコウコちゃんのけなげな思いに有無を言わさず銃を向けるべきだと思うの？うわこれはちょっと重いな。本当にあれを殺すべきだと。うわ、声リブラの選択肢出てくるんか。これは迷うだろうな。もしかし今の話からしたらさ、もしかしたらコウコの意思があるかもしれない。あれはもしかしたらメテオラの姿をしたコウコなのかもしれないって今度こう考えたらさ、決断できるのかこんなん。コウコのわけがない。2年もの間メテオラの腹の中で生きていた。そんな馬鹿げた話考えたくもない。うん、だけどあのメテオラがコウコさんの姿をしている意味、それは確かに解明するべきだよね。そうじゃな。人間とメテオラが交わったらあんな感じになるんか。コウコだけじゃなくてさ。アオバ、お前まで生かしておくかよ。あれが居座ってんのは俺たちの町のそばだってこと忘れてねえよな。めっちゃ危ないな。それはめっちゃ危ないじゃないか。もちろんメテオラの危険性は承知している。うん、けどさ、クロエだってまだ選択肢できた。リムラがすごい選択肢出してくるやん。お前めっちゃ迷っとるやん。もうこんなん決断できるかっていう話やけどな。私に判断できるはずがない。じゃよな。このさ、人類とメテオラの交わり方っていうのにさ、何かしらのヒントになるようなものをさ、危険だから倒すのか、危険と承知でも調査するために生かしておくのかっていうさ、そんな決断私できるわけない。できない。あれがコウコか、コウコじゃないかなって。ほーらね、だからそれを調べるんじゃないか。もしもあれが君に何かコンタクトしてきたとしたら、まその時が来たらよろしくね。もうあれと戦う時は来るんかなって。やっぱその時はクロエは距離がを引けるのかなって、そんな感じの展開やな。ジュリーの言葉が戻ってきた。頭から離れない。ああ、れはコウコの姿をしたメテオラなのか、それともメテオラの体を持ったコウコなのか。どっちがメインなんだろう。部屋で黙々と考えていても答えは出るわけないだろう。だからこそリブラだってさ、決断できないような選択肢が出てきたんよな。情報規制のためか、あれから地上への出入りは固く禁じられていた。そうなんじゃ。人型メテオラの処方は
評議会でも意見が分かれています。とりあえずは正式な決定が下されるまで人型メテオラとの接触は禁止でお願いしたい。それから通常のメテオラと同様かの人型にも S ランク機密は適用される、うん、当然このことは組織以外の誰にも。待って待って待って、私も私は別だよね。私は接触するよ、調査しなきゃ。ちょっと待てちょっと待て、お兄さんみね、ジュリー博士の中から 8.6 秒バズが出てきたよ。いえ博士もしばらくは待機。博士もダメだったわ、残念だったな、調査できねえな。バカじゃないのあの中にコウコがいるにしろいないにしろ、ちょっとバカじゃないのの感じがさ、ちょっとツンデレな女の子みたいな感じだよ。人の姿を真似たメテオラなんて超貴重な検体に違いないんだから普通に状態保存に注力して普通にゴリゴリ調査すべきでしょう。調査するにしても安全面が確認されなければ人を派遣するわけにはいかない。なあ、そうやな。このチャンスをみすみす逃すなんて、上の連中はメテオラに何の興味もないの？興味がないというよりはさ、その安全性の問題やけんさ。いつ動き出すかもわからない、うん、あれを恐れる彼らの気持ちもご理解いただきたい。そうよそうよ、まあ上の立場の人間ってさ、その下の人間の安全を考えな、安全、命をさ背負っとるわけやけんさ、決断も慎重になるわな。そういうことだろ。アホの気持ちなんて理解できるか、アホになる、ね、アホになったらアホの気持ちを理解できるようになるんじゃないのお前アホの気持ちなんかちょっと矛盾した言葉になってるぞお前それ3の倍数と3のつく数字以外もアホになってきてしまうぞお前。とにかくあの人型メテオラをどうするか評議会が判断するまで博士は待機、君たちも地上への出入りを禁止する。以上だ。はーい。このまま待機していて、いわ。これどっち選んだってもどうせ地上に行くだろうにね。こんな選択肢出されたってさ、どうせ地上に行くことは分かってるからな、俺。どうせ地上行くわ、これ。でも、クロエちゃん、真面目ちゃんだから、命令に守るからね。いくら評議会から下された命令とはいえ、あのジュリーがおとなしく待機するとは思えない。確かに。ジュリー博士、絶対地上行くわ、これ。絶対行くなこれ。まあクロエちゃんは真面目だから部屋で待機していくんですけどね。研究は進み、あのメテオラの正体も明らかになるはずだ。ああ、私にできることはそれを待つことだけなのか。待つことって大変です、とても大変な行為。地上に落ちた人型のメテオラ、うん、お前はどうして人の形をしている、どうしてコウコの姿を真似る、お前は本当にメテオラなのか。ちょっと迷いが生じてきとるからな。メテオラは全員的、しかしコウコの姿をしたメテオラ、これは本当にメテオラなのか、メテオラと考えていいのか、コウコを、それともその姿は、ああ、いやでも記憶の中の高校と重なる。なんか重い感じの雰囲気のにさ、なんかすごい色合いが綺麗やな、この青いダークな感じとさ、暗いながらなんか黄色い綺麗な感じの絵に見える。絹のように細く柔らかな髪と、陶器のように白く滑らかな肌と、長いまつげと薄い唇まで同じ、呼吸に合わせて肩がわずかに揺れている。いや、細かいところまで見とんな長いまつげと薄い唇まで同じと、ようそこまで見とるなお前ようそこまで知っとるな。なんな、私はコウコロは全てを知っていますみたいな感じ、ザックイズショーみたいな感じになったのよザックイズショーと桜井ショーみたいな感じになったのよお前どうしてここへ来たん
何かを伝えたいから。お前はコウコなのか。ああ。最後までそばにいてあげられなかった。その心を理解することができなかった。コウコ、私たちは結局分かり合うことなんてできなかった。できなかった。まあちょっとさ、この辺の分かり合うことなんてできなかったって考える部分が出てきないけん、よう分からないけどさ、何かがあったんだろうな。お前がもしコウコなら、ここにいるのは私を恨んでいるから。恨み？動いたこっち見た。今の発言に対して、うん、喋ったコウコとして喋っとるやないか。これがバリバリって夢か夢か前まで喋ったかと思ってないか、お前。てか普通に地上で撮るやないかって思うなわけないよな。クロエちゃんは真面目ですもの。地上に出たりして命令違反なんかしない真面目ちゃんですもの。お前は本当に私に会うため戻ってきたのか。ああ、いや結局地上出るんかい